朝垣安蔵とは、2006年9月に、人気満了に伴い、内閣総理大臣、自由民主党総裁を退任した、小泉純一郎の公認をめぐる、有力候補4人を指す。河野グループの麻生太郎、谷垣派の谷垣定一、森派の福田康を、安倍晋三の4人の名前から漢字一文字ずつを取って、作られた言葉である。一時期は、福田と、ぬかが福士郎を入れ替えた。 朝垣福造や河野太郎を加えた、朝垣幸三郎とも言われた。2006年7月、福田康夫が不出馬の意向を表明したことにより、ポスト、小泉候補を指す用語としての、朝垣康造は、あまり使用されなくなった。しかし口述するように、結果的には4人全員が自民党総裁となり、しかも小泉退任後の14年間にわたって、 いずれかの人物が総裁を務め続けることになった。命名者である政治評論家の有馬晴美は2005年の春頃からあちこちで言っていたら最初はサンデー毎日が2005年の9月に取り上げてくれた。寝ずに文字の組み合わせを考えた回がありました。と述べている。森派の安倍晋三は同派の福田康夫が不出馬を表明したため同派の所属議員86人。 2は、小川派の元自由民主党幹事長の小川誠は、安倍支持を明確にし48人の多くが支持に回り、2回グループの15人も支持に回り、伊吹派、津島派、山崎派の大部分も支持に回り、津島派のぬかが福次郎、山崎派の山崎拓は、出馬を断念し、安倍支持に傾き、安倍への支持は約7割に上った。反安倍勢力では、 対中強硬派と目された安倍への対抗馬として、アジア外交を主眼に置く福田に期待していたが、福田が靖国神社問題を争点とするのは国益に合わない、として不出馬を表明したことにより、福田支持であった小柄は安倍支持に回り、安倍の優勢が確定した。麻生と同派の河野太郎と無派閥の鳩山国夫も、出馬を目指していたが、推薦人は集められず、 遊生戦隊に加わった。他にも、ぬかが福士郎、よさのかるなど、有力視されていた候補は次々に不出馬を表明し、河野派及び谷垣派以外の派閥は、安倍内閣におけるポストの獲得を狙って、安倍支持を表明しているため、朝垣安造との呼び方と、裏腹に、安倍一人勝ちの降算が大きいと見られていた。自民党首脳部は2006年の総裁選を、 党員以外の人間も投票できる国民参加型の選挙に変えると盛んに宣伝していたが党内から異論が相次いだため結局はうやむやにされており国民参加型というキャッチフレーズは自民党員の間でなかったことにされている。また、朝垣安三の全員が世襲政治家であり、さらに谷垣以外全員が首相経験者を祖父、実父に持つ。 自民党総裁選に立候補を表明したのは、安倍晋三官房長官、麻生太郎外相、谷垣定一財務省の3名となった。世論調査などを見ても、安倍総理総裁を望む声が圧倒的に多く、2006年9月20日午後に開票が行われた結果、安倍が703票中464票を獲得し、第21代自民党総裁に就任した。 ポスト安倍には、安倍を除く、朝垣安三のメンバー、麻生、谷垣、福田の三者が、その有資格者とされていたが、谷垣は、福田支持に回り、麻生と福田との一気打ちとなった。小泉政権後、四人全員が自民党総裁となり、また、四人の内安倍、福田、麻生が総理となったが、第一次、安倍内閣及び福田、麻生の、両内閣はいずれも、 就任約1年で辞任している。また、谷垣は、第45回衆議院議員総選挙で、自民党がゲイアした後に総裁に就任した。その後、谷垣の次の総裁として安倍が再就任し、その安倍が政権を奪取して、再び総理大臣に就任した。この内閣では安倍が、総理大臣、麻生が副総理兼財務大臣権、金融担当大臣、谷垣が、 法務大臣に就任した。なお、福田は第46回衆議院議員総選挙に立候補せず、政界を引退している。また2014年の第47回衆議院議員総選挙の結果、安倍が再度内閣総理大臣に指名され、麻生は第2次安倍内閣から引き続き副総理兼財務大臣兼、金融担当大臣に、谷垣は第2次 安倍改造内閣から引き続き自由、民主党幹事長に就任した。その後、自転車で走行中に負傷したため、谷垣は幹事長を辞任し、第48回衆議院議員総選挙に立候補せず、政界を引退しているため、この選挙の結果安倍は再び内閣総理大臣に指名されたが、安倍体制の元要職についているのはそうのみとなった。なお、 自民党総裁については2006年9月20日に安倍が1回目の総裁に選出してから2020年9月14日に安倍が2回目の総裁を退任するまで約14年間にわたって一貫して朝垣安蔵のうちのいずれかの人物が務める状態が続いていたまた内閣総理大臣については2006年9月26日に安倍が1回目の総理に就任してから 2009年9月16日に、麻生が総理を退任するまで及び2012年12月26日から2020年9月16日までの、安倍の2回目の在任期間の間、朝垣康造のうちのいずれかの人物が務める状態が続いていた。ありがとうございます。